どうも、フィッシャーズシルクロードです。今回は、ね、最近風邪とかね、インフルとかが流行りだしてるということで、インドの健康法を、やりたいと思います。鼻にある汚れをすべて取るということで、これ水です。ちょっとローションっぽいですけど、これ水です。ローションとか言うね。だってローションあるじゃん。確かにあるけど、これを片っぽの鼻の穴からふーって入れて、片っぽの鼻の穴からふーって出すっていうことです。そんな簡単にはいかないけど、これを、まあ、あっちで言う鼻ヨガというらしいです。鼻のヨガということで、まあ、早速やっていきたいと思います。ちょっと待って、鼻がよし。待って、普通もやんのもやんの。うん、やっちゃうやっちゃう。いきます。多分傾けるといいみたいな話を聞いたんですけどね。こうかな。鼻毛切って出てくってこと。あっ、やべ、いって、頭あいて、やべ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 、後頭部がいて、これ多分ね、ちょっと出てきてたよ。こっちからこういった、鼻血がちょっと、いや違う、鼻血、あ、出てた、鼻水っぽいけど、でも水っぽいのも出てた。鼻水って悪いものが溜まってこうなるから、一応全部出しとこう。出てるかな、鼻水出てる。あ、出てる。で、ピタッつった今。ピタッつったよ。いや、目超痛いんだけど。鼻ヨガはインドの人しか多分できないです。日本人が勝手にできて、そんなことやったら日本でも普及すると思います。やりたい方はインドに行ってヨガの先生とかに習ってみてください。以上です。お疲れ様でした。あー、腹痛い。